ハドソン・ホーネット・ハドソン・モーターカー・カンパニーは、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイトに本拠を置いていた自動車メーカーである。ハドソン、エセックス、テラプレーンなどのブランドで自動車を製造し、1909年から1954年まで独立メーカーとして存続した。1954年には、 ナッシュケルビネーターコーポレーションと合併し、アメリカンモーターズコーポレーションとなった。ハドソンの社名は1957年式まで使われた。ハドソン6-401914年式1917年式ハドソンフェートンハドソン R 型、4ドアランドセダン1929年式ハドソンモーターカー、カンパニーは、 デトロイトの事業家8人が1909年2月2日に設立した。設立を主導したのはランサム・イーオールズと一緒に働いた経験を持つロイリー・チェイピンであった。社名及びブランドのハドソンはミシガン州デトロイトでハドソンデパートを創業した企業家ジョゼフ・ローシアン・ハドソンにちなんだ名称である。ジョゼフ・ハドソンはこの事業に 資金提供するとともに、名称使用を許可した。ハドソンウォーターカーカンパニーは、その当初、1900年代後期としては、比較的低価格な 1000US ドル以下で買える自動車の生産を目論んだ。デトロイトの小さな工場で乗用車が完成したのは1909年7月3日であった。真新しい、ハドソン20は自動車市場での人気を得て、 初年度に4000台以上を販売し、当時の初年度販売台数を記録した。ハドソン社は、自動車業界における数々の先駆的業績を残している。デュアルブレーキ、ダッシュボード上の油圧警告灯や、バッテリー警告灯の採用、初のバランスドクランクシャフトなどがある。このクランクシャフトを使用したハドソン直列六気筒エンジンを乗せた九百十六年式。 スーパーシックスは、高回転が維持でき、より低速なエンジン搭載車よりも、サイズの割に滑らかに力を出すことができた。1957年までのハドソン車は、その多くが、直列6気筒エンジンを搭載していた。デュアルブレーキでは、第2系統が、機械式駐車ブレーキだった。ブレーキペダルが第1系統の通常稼働範囲を、超えた場合に、 機械式緊急ブレーキとして後輪ブレーキを動作させた。ハドソン社のトランスミッションは、湿式のコルククラッチ機構で、動作が滑らかで耐久性にも優れていた。1929年には、ハドソンとエセックス合わせて、年間30万台を生産し最盛期を迎えた。この年ハドソンは、フォードとシボレーに次いで、米国第3の乗用車メーカーとなった。 ハドソン社は、日本では、大倉財閥総水の大倉騎士郎が設立した、輸入車ディーラーの日本自動車が、代理店となって1910年代から第二次、世界大戦直前までに多数を輸入、販売し、性能、品質の良好さも伴って、日本の輸入車市場でのシェアを得た。フォード、シボレーといったタクシー需要主力の大衆車クラスよりも、上位にある。 中級量産車であり、高級ハイヤーやオーナーカーとしての需要があった。自動車製造に参入を目論んだ、重工業メーカーが、デッドコピー施策の原型とした例や、トラック主流の自動車メーカーであった、ジーゼル自動車工業が乗用車施策の参考とした例など、戦前日本の自動車業界における、ベンチマークの一つにもなっていたことが伺われる。 ハドソン社は1919 19年にエセックスを登場させた。フォードやシボレーに対抗するため、より高価格帯に位置するハドソン社とは、対照的に価格重視の購買層に向けた大衆車シリーズだった。エセックス社は低価格帯モデルとしては、早くから固定屋根、窓枠付きのドアを備えた、クローズドボディを本格採用したセダン車の一つとして、 市場で成功を収めた。シボレーと並んで、大衆車としては、早い時期に、直列6気筒を採用したことでも知られる。ハドソン社とエセックス社の販売で、1925年に、ハドソン社は米国7位から3位に躍進した。1932年には、エセックスのネームプレートに変えて、時流に合わせたテラプレーンブランドネームを開始した。 新シリーズは1932年7月21日に発売された。ハドソンはカナダでの現地生産も開始した。オンタリオ州ティルバリーの仮想メーカー、カナダトップボディと契約した。英国ではブレントフォード工場でテラプレーンを生産し、1938年時点でも洗練された。 1935年から1938年頃のアクセサリーオプション品にステアリングコラム取付式の電気式プリセレクタがあった。エレクトリックハンドと称しベンリックスコーポレーション製であった。この装備はフロア式シフトレバーを置き換えただけのものでクラッチ操作が必要なのは変わらなかった。エレクトリックハンド装備の乗用車にはダッシュボード下部に 従来のシフトレバーを収納しておく場所があり、エレクトリックハンドコッショージにこのシフトレバーを取り出し、フロアに取り付けて使用した。その他、1930年代初頭には、負圧自動クラッチがオプション提供された。 ハドソンカスタムウェイト1937年式ハドソンカントリークラブ6シリーズ93コンバーチブルクーペ1939年式ハドソンクーペ1941年式1936年にはラジカルセーフティコントロールあるいはリズミックライドと呼ばれたフロントサスペンションを登場させ乗用車を一新した これは一般的な固定車軸のリーフ式サスペンションに2本の長いリーディングアームを追加したもので、これによりサスペンションの支持剛性を保ったままバネ定数を下げることができソフトな乗り心地を提供しつつ凹凸路やブレーキ時の車軸の暴れを防いで車両が安定するというものであった。1936年式ハドソン車では競合車と比べて 車内もかなり広くなり、ハドソンは145立方フィートの室内と宣伝した。同時期、他社の人気車でも、車内容積は121立方フィート程度だった。計測では、クライスラー LHS でも126立方フィートである。1936年式搭載のエンジンは、当時としては強力で、 93HP から 124HP までのラインナップがあった。1939年式では他社がすでに採用していたコラムシフトレバーを採用した。これに伴って前席は1960年代のバケットシートの流行まで業界標準となる広いベンチシートになった。1940年式では前輪独立喧嘩とセンターポイントステアリングが 全車標準となり、同価格帯車両では引い出た性能を発揮した。1942年式では、ゼネラルモーターズが1939年から、いち早く導入した、オートマチックトランスミッション、ハイドラマチックに対抗し、ドライブマスター変速機を搭載した。すでに導入済みの、エレクトリックハンドと、自動クラッチのコンセプトを、より洗練させて組み合わせたものだった。 ボタンを押すと、ドライバーは3通りのモードを選択できた通常、マニュアルシフトとクラッチ操作、マニュアルシフトで、オートクラッチ、オートシフトとオートクラッチ。このための大きく複雑な機構が、ボンネットに収められた。動作は、非常に良く、全自動モードは、優秀なセミオートマチックトランスミッションだった。後にこれは、自動オーバードライブと組み合わされ、スーパーマチックとなった。 ドライブマスターは1950年式ハドソンまで装備された。もっとも独立系メーカーであるハドソンが自社専用設計の複雑な変速機を限定製造することがコスト面で不利なのは否めず、1951年に GM がハイドラマチックを他社供給開始すると、ハドソンもドライブマスターとスーパーマチックをハイドラマチックで置き換えている。 第二次世界大戦中の連邦政府の命令により、1942年から1945年までは自動車生産を停止し、航空機用部品や船舶用エンジン、対空砲などの軍需品を生産した。ハドソン製インベーダーエンジンは1944年6月6日のノルマンディ上陸作戦の上陸用集艇で、その多くが使われた。 アメリカ人女性で初の自動車設計者、女性の観点からの自動車設計を求めたハドソン社は1939年にベティ・サッチャー・オロスを雇った。オロスはクリーブランド美術学校でインダストリアルデザインを専攻したアメリカ初の女性自動車設計者である。彼女は1941年式ハドソン社に携わり外装トリム。 サイドライト、インテリアインストルメントパネル、インテリア、インテリアトリムファブリックを設計した。オロスは1939年から1941年までハドソン社で働いた。第二次世界大戦中、ハドソン社は航空機部門を設け、エルロンを生産した。翼やエルロンなどの航空機部品を大量生産できる工場規模だった。 ハドソン1950年式当時のハドソン独特のステップダウンシャーシとファストバックの流麗なスタイリングを備えるハドソンホーネットクラブクーペ1951年式終戦後のハドソンは1942年モデルの紹介量で生産を再開したがビッグスリー各社に先駆けたモデルチェンジで完全戦後設計となった1948年式では ステップダウンボディを採用1954年式まで継続した。ステップダウンとは乗車部がペリメーターフレームの内側でフレームよりも低い位置に作られ階段を一段降りるように乗車したところから付けられた。このためより安全、快適でしかも手重心のためハンドリングの良い乗用車となった。有名な自動車ライターのリチャード・ラングワースが 初期のステップダウンモデルについての記事で、コンシューマーガイドや、コレクティブルオートモビルの記事で取り上げられた、当時の素晴らしい自動車の一つと紹介している。ハドソン社は、ステップダウンモデルの頑丈で、軽量低重心な車体と、自社電灯の高トルク直列六気筒エンジン技術を、 駆使し、1951年から1954年まで、高性能バージョンのハドソン・ホーネットを製造した。ホーネットは、当時の自動車レースで、多くの勝利を収め、1951年から1954年まで、ナスカールの主役だった。1950年代のハドソンが残した、ナスカールレコードには現時点でもまだ破られていない、ものがある。 高パワーウェイトレシオだったため、後には、ドラッグレースでも活躍した。生産終了から遥か後の1960年代に、至っても、奈良や、地域のダートトラックイベントなどで活躍している。しかし1950年代初頭には、北米の多自動車製造会社と同様に、中堅メーカーのハドソンも次第に、フォード、GM、 クライスラーのビッグスリーと競うことが難しくなった。大会社3社は、その資金力と生産規模、そして極度に進歩的ではない構造の自由度によって、新車開発と外装面でのスタイル変更を頻繁に行うことができ、毎年、新味のある、モデルチェンジを行っていた。3社に劣る、中堅、弱小メーカーでは、 年度ごとのモデルチェンジでもわずかな変更しか行えず、頻繁なモデルチェンジは困難だった。ハドソンのステップダウン型ユニットボディ構造は、1950年代初頭、時点では頑丈で、先進的である一方で、その構造面での束縛によって、スタイル変更が難しく、また生産面でも、高コストであった。ステップダウン系モデルの自流に沿った、 大規模マイナーチェンジ実現は、実に1953年にまでずれ込んだ。自社製エンジンも古い直列6気筒や直列8気筒のサイドバルブ式で、パワフルさが、ウリのホーネットですら、サイドバルブ6気筒を5リッターもの大排気量仕様として、チューニングを施すことで性能を確保していたのが、内実であった。当時、ロイディ、 シェイピンシニアの後を継いで1936年からハドソンの経営を担っていたエイイ・ A. バリットはハドソン社創業時からの叩き上げ社員ではあったが、あいにく購買部門の即記者上がりで、自動車技術にもマーケティングにも通じておらず、車の売れていた時代はともかく苦境下で、その増えてが裏目に出た。ハドソンジェットライナー4ドアセダン1954年式。 同時期のフォードアリューで小型にしながら車内容積、確保も図ったため、個性に乏しく腰高なスタイルになった。経営打開策として、ステップダウン型のフルサイズモデルより一回り小型の新型車開発が図られたが、保守的なバリット社長が有力ディーラーの意見にも引きずられて、開発方針に口出しをした結果コンセプトが迷走、小さく低いボディを目指した技術者らの意図に反し、 同時期の1952年型フォードに告示してかつ、腰高な無個性スタイルに出した。また新車では、オフエンジンが常識化しつつあった当時、新型車の3.3リッター6気筒エンジンは1932年以来の、ハドソン8気筒をもとに2気筒を減らした設計で、ベース同様、古臭いサイドバルブであった。 ハドソン社はすでに設備投資に避けるだけの資金力を失っており、新コンパクトの量産にあたっては、かつての大手コーチビルダーであった、マーレーの更新、マーレーコーポレーションオブアメリカにモノコックボディの生産を外部委託、なおかつマーレーが、ボディ納品価格に生産コストを上乗せ回収させる、ことで、生産ツールに要するハドソン側の初期投資支出を抑える契約を結んだのは、 経営の行き詰まりを如実に表すものであった。こうして1952年12月に発表されたのがジェットコンパクトカーシリーズでステップダウン系はレンカグレードを廃止して中級以上のグレードであるホーネットコモドールのみが生産続行された。だがジェットは蒸気の看板師からざる開発経緯から全体に魅力に乏しいボニオな車種となった。 標準装備品は充実していたものの価格面では割高でビッグ3が販売するフルサイズ大衆車の6気筒連価モデルと直接競合せねばならず発売2年目には不人気車となったジェット開発の投資における敗退はハドソン社の経営に大きな打撃を与えた前述のリチャード・ラングワースはステップダウン・ハドソンとは対照的にジェットを ハドソンを沈没させた車と酷評したほどである。もっとも、ジェットの不振がなかったとしても、ビッグスリーの構成に抗って独立系、中堅メーカーが単独で、苦境を脱することはすでに困難であった。最終的に、ハドソン社は、1954年1月14日に、ナッシュ及びランブラー製造元である、ナッシュケルビネーターと合併に合意した。 1954年5月1日にハドソンは、ナッシュ・ケルビネーター・コーポレーションと合併し、アメリカン・モーターズ・コーポレーションとなった。デトロイトのハドソン工場は、軍との契約生産用に変更され、その後の3年間のハドソン社生産は、ウィスコンシン州ケノー社の旧、ナッシュ工場で生産された。不審のジェットは速やかに生産終了となり、代わりの小型車としては、 商品力に勝るナッシュ系のランブラーが販売された。ハドソンとナッシュの上級モデルは1955年からピニンファリーナ、エドマンド・イ、e ・アンダーソン、フランク・スプリングのスタイリングテーマを用いた共通プラットフォームで制作された。1955年式ハドソン社は、車内はナッシュ仕様となったが、車両自体はスプリング社とハドソン技術人で開発した。 フロントカウルを1954年式、ステップダウンプラットフォームに乗せたものだった。この1955年式には、ハドソンダッシュボード、トリプルセーフブレーキ、ナッシュウェザーアイヒーター、ハリソン製低コストフレオン、コンプレッサー型エアコンが使われており、旧ハドソンナッシュ両者の接中仕様であった。ナッシュ車よりもトレッドが広いハドソン車は、 ハンドルの操作性が良く、有名な308ホーネット6に、オプションの高圧縮シリンダーヘッドと、デュアルキャブレターマニフォールドを付加して、動力としていた。ワスプでは 202CU インの L 型ヘッドのジェット6、気筒エンジンを使い、特に、セダンモデルは、ハドソン1の売り上げだった。1955年式では、 ハドソン発の V8 エンジンとなり 320CU、インのエンジンで 208HP を出した。これはパッカードが生産しハドソンよびナッシュに搭載された。パッカード V8 はパッカードのウルトラマチックオートマチックトランスミッションでも使われた。ハドソン取扱圧回転ではナッシュ系のランブラーとメトロポリタンもハドソンの名で販売した。 両者もにボンネットグリルやホーンに付けられたエンブレムはハドソンとなった。ハドソン・ランブラーも燃料キャップが H インになった。1957年式ではランブラーとメトロポリタンはそれぞれ独立した扱いとなり、もはやハドソンやナッシュとは名乗らなかった。1956年式ハドソン社はデザイナーリチャード・アルビブに任せられた。結果は V ラインスタイルモチーフとなった。V 型モチーフを組み合わせて、ハドソンの三角形の企業ロゴテーマを表したものだった。1955年よりも販売は振るわなかった。1957年式ハドソン社は、ショートホイールベースのアスプシリーズを終了させ、ホーネットカスタムとスーパーのみとし、低い車高で多少スタイル変更を行った。 ハドソン・ホーネットシリーズ84ドアセダン1957年式。しかし、これらの試みをもってしても、フルサイズモデルとしてのハドソン・ナッシュを、ビッグスリーとの対抗モデルとして生産し続けることは困難で、AMC は競合車の少ない小型車のランブラーに絞り込んで生産する方向転換を図るに至った。 最後のハドソン社は1957年6月25日に、ケノー社の組み立てラインをロールオフした。ハドソンとナッシュは1958年式でも、ランブラーのシャシーを使った、デラックス仕様ロングホイールベース上級モデルとして、継続される望みがあったため、特別な式典が催されることはなかった。ある著名な自動車専門誌が、終了の噂は誤りで、 1958年式ハドソンおよびナッシュは大きくでスマートになる模様と記していた。より伸びたホイールベースの1958年ランブラーをベースとした1958年式ハドソンシリーズの工場でのスタイリング写真がある。前端部分の写真でハドソンとナッシュのスタイリングテーマが示されている。AMC 社長ジョージ・ロムニーはハドソンもナッシュも ランブラーほど市場に受け入れられていないとして終了を決定した。このハドソンブランド撤退決定が短い間に決定されたということが1958年式ランブラーアンバサダーのプリプロダクション社がナッシュ、ハドソンのバッジを呼びトリムだったことからもわかる。1958年式ランブラーアンバサダーはハドソンを思わせるデザインだった。 三角グリルガードや1957年式に似たフェンダーガンサイズに、また1958年式ランブラーカスタムズが1957年式ハドソンスタイルのフロントフェンダートリムとなっていることに、ハドソンファンなら気がつくだろう。世界最後のハドソン販売はミシガン州イプシランティのミラーモーターズだった。 ここは現在イプシランティ自動車歴史博物館となりの一角を占めている。良質なレストア済みハドソン社がコレクションされている。ファビュラス・ハドソン・ホーネットやこの地区で生産された量産車が展示されている。1970年にアメリカン・モーターズ・コーポレーションはホーネット名を復活させ新コンパクトカーシリーズで使用した。AMC は クライスラーコーポレーションに買収された。クライスラーは、ダッジのモデルラインで、ホーネット名を使うのではないかと言われていた。クラレンス・エム・バートン、エイド、ザ・シティ・オブ・デトロイト、ミシガン、1701-1922、P583、イーリング・ブレントファード、エコノミック・ヒストリー。A ・ヒストリー・オブ・ザ・カウンティ・オブ・ミドルセックス、ボリューム7、アクトン。 シジック、イーリングブレントファード、ウアスト・トワイ・フォード、ウィルズデン、ピアニッシモ、131から144、ビクトリア・カウンティ・ヒストリー、2007年10月11日、閲覧。アーカイブされたコピー。2012年7月9日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年7月9日閲覧。ジョルガノ、g m カーズ、アーリーヴィンテージ。 1886から1930、グレーターロンドンカウンシル、ザウエストロンドンレポート、ロンドン、グレーターロンドンカウンシル、サーカー 1983ABC、アビチュアリー、エリザベスワンナオロス。biserica.org、2009年8月17日、閲覧。A Moment with Joe and Betty O ロス。 mustangmonthl.com 102420092012年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年8月17日閲覧ハドソンコモドア6ザヒストリーフランチフックモーターミュージアムサウスアフリカ2012年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ 2009年8月17日閲覧。トレードブレード、フェブラリー8、1941。ありがとうございます。